演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら業務スーパーのプレーンクッキー、チョコレートクッキー、ココナッツクッキー、3種類のクッキーを食べたいと思います。業務スーパーのクッキーを食べるのも久しぶりな気がしますね。ではこのプレーンクッキーを提供して、こう開け方これで合ってるんだよね。こんな風になってます。中身はこんな感じですね。では、はい、今回は先にお皿に移してみました。こちらがココナッツクッキー、こちらがチョコレートクッキーで、これが先ほどお見せしたプレーンのクッキー。では代表してプレーンクッキーの断面も見せて、ではいただきます。サク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 、音が心地いい。でも味がもうちょっと強かった方がいいかな。こちらのプレーンクッキーはサクッとした食感と、しっとりとした生地がとっても美味しくて、サク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 食べることができたので、とても良かったですね。大きさも手頃ですし、ちょっとつまみたい時なんかにもいいですね。ティータイムにぴったりとされてました。まさにその通りです。で、その続きまして、このチョコレートはそれにちょっとチョコが入っていて、確かに味の変化もあったのですが、もうちょっとチョコレートが強くてもいいかなと思えてしまったのが残念でした。少し控えめすぎたかな。もうちょっと前に出てもよかったよ。そして最後にこのココナッツクッキーは、ココナッツのサクサクとした食感がと、また通常版とは違う味を出していたんですが、こちらももうちょっとココナッツが前面に来てくれた方が良かったような気がしますね。せっかくなのでココナッツの風味も楽しみたかったんです。なので今回の採点は、まずチョコレートがこちら、ちょっと地味すぎたので下がっています。プレーンとココナッツは同率でこちらの点数とさせていただきます。もうちょっと前に出てきてほしかったな。少しもう少し前に出ることも必要だよって誰に助言してるんでしょうね。私しかも偉そうに。まあ美味しかったのでぜひ食べてくれてください。本当にティータイムの方に行きたいんですよ。あとみんなさんで集まって集会なんていうのもいいかもしれないですね。ホタル来る、ホタル舞う、朝が来るけり夜舞うの、ホタルは夜に舞うこそからこそ綺麗なんですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。